カンタベリーのラウレンティウスカンタベリーのラウレンティウスはベネディクト界の修道士であり第二代カンタベリー大主教である。彼はキリスト教をイングランドへ根付かせるのに大きな役割を果たした。ラウレンティウスはローマからイングランドへの宣教活動を目的に597年にアウグスティヌスと共にケントのサネット自前を立った。宣教活動は順調に行き、 彼は一度、不況の成功、検討王国の王エゼルベルトの回収など、を報告するため、ローマのグレゴリウス一世紀の元へ帰っている。604年頃に、カンタベリーの大司教座をアウグスティノスを持って、彼から引き継ぎ、そしてラウレンティウス自身が死ぬまでその座にいた。ラウレンティウスの大司教であった間、616年に、エゼルベルトが死に、彼の息子エドバルドが、 従来の信仰へ逆戻りしたため、多くの宣教師たちがガリアへ亡命のような形で去っていった。しかし、ラウレンティウスの努力があって、エドバルドは再びキリスト教へ改心した。その時の逸話が残っている。それによると、ラウレンティウスは宣教活動を諦めかけていたが、夢の中で聖人ペトロが現れ、彼を叱責し、鞭打った。夢から覚めたところ、 その時の無知の跡が残っており、それをエドバルドへ見せたところ、エドバルドは改心することを決めたという。ありがとうございます。